令和5年5月17日の夜を迎えようとしています。今日の鳥ね、坊主だったんだ。一匹は取れない。まあもともとね、釣れないんだろうっていう想定はしてましたんで、昨日ね、5匹釣ったっていうのは、その刺身をね、食べるために、今日今刺身、岩の刺身、昨日残したやつを食べてるんですけど、もう想定はしてたんです。で、案の定、結構歩いたんだけどね、源流行ったんだけど、年寄りの足じゃダメ、もっと源流行かなくちゃって、ともかく岩のはどんどん水量さえあればね、どん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 上流行っちゃうところだ、行っちゃう魚なんで、これは先はいないっていうところに近く行かないと、もう多分いないと。で、昨日記録取ったか覚えてないけど、中瀬川っていうのが一番好きな川ですから、そこに、ね、入り口が入れなかった。通行止め、道路崩壊で通行止めなんでね、さあどこ取るかって言って、昨日ね、山荘近くにあったところ釣って、まあここはね、釣れました。で、今日はって思って、まあ、昨日釣ってる時ね、すでに次はどこだって考えてたんで、ああ釣れないなっていう考えで、5匹キープさせてもらって、刺身と塩焼きにしたんだけど、今日まりっきり釣れません。で、今来たところ、これもね、釣り始めの頃よく来た場所なんです。だからここをね、結構釣り人が入る、登山道にもなってる感じはあって、登山道の登り口になってるんでね、人が結構入る、まあ、要するに道が整備されてるってんで、入りやすい渓流なんで、まあ昔釣りに来た時はね、結構釣れたんだけど、数年前来た時はね、もういなかったんだ。だから明日もね、いない可能性がある。また坊主かもしれない。だから釣りを、まあやりたいっていうところがあるけど、あと自然を楽しむ。ね、今はね、よう暑かったんだ、本当にね。ねえ、車に帰ってきてね、座って昼寝をしようとしたらね、クーラーが効かないんだな。クーラー故障しちゃって。窓全部、ドアもみんな開けて寝たんだけどね、ブンブンブン、天井から熱気が伝わってくる。本当に暑かったって感じ。室内温度35度くらいになってたんだからね、もうそうともじゃないけど、裸もで寝るくらい。で、今日が下がったらね、温度がね、寒いくらいに感じちゃうんだ。今の T シャツにいたんだけど、もう急に日がなくなったらね、寒くなる。昨日も寒くって、セーターとしか着てるんだよね。で、今もほんとひんやりしたので、まあ、夜になるとまだ寒いって。まあ俺ね、周りはこう登山口、道の入り口のところなんで、まだね、自然っていうのはいいけど、周りは自然の山があるところです。ここで晩酌を始めてます。天地自然に感謝しつつ、乾杯。これ昨日の残りの岩なんです。ね、
今日予測して残しておいた。釣れないだろうって予測して、案の定釣れませんね。頑張ってる。以前からなんで釣れる、なんで釣れないってやってきてる人、だけど明日はまだね、山の中でずっと過ごすんで、なんだろう、これ珍しい、お、素晴らしいね、聞いて聞いて、聞いて聞いて、
ありがとう。いい鳴き声聞いて聞かせてもらった。ありがとう。欲しようになったよ。素晴らしい。初めて聞いた鳴き声です。初めて聞いた。本当。素晴らしい時だ。長い間。この別の鳥がまた鳴き始めました。これは知れない。自然に溶け込んでるとね、たぶらたぶつ、ね、悪い人間じゃない。そういうことに生き物の見方です。